本地は日本改革党靴沢です。メアリーこと様、僕平将様、竜斗様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき、誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。ありがとうございました。1980年改定、漢方医学大辞典によれば、コオロギは不妊効果があり、妊婦へは使用禁止。なので、妊娠に対して何らかの悪い作用があることは確実と。不妊作用と、妊娠中の作用はまだ別なんですけど、使用禁止って書いてあったんですから、なんかダメなんでしょうね。流産の危険性が高まるとか、こんな風に、わけのわかんない簡体字で書いてあるのをコピペ持ってきましたけれども、最後の使用注意、コオロギ、妊婦禁服ってありますね。これが多分、妊婦って読むんだろうなと思いますけれども、一般の意見になります。何でも食う中国人が食わないんだぞ。中国人はコオロギの毒をよく知ってるんだよ。世界的に昆虫食が主流になっていないことが答え。ゴキブリが食えるか。それと同じだ。ちなみに漢方の本にはコオロギは毒って書いてある。グローバリストたちに命令されて仕方なくやらされてますと白状しろと。コオロギを流行らせたい連中は何とかして日本人減らしたいって考えてんだなぁ。間違いないですよね、これね。それとですね、外国人にどんどん国籍を与え、新しい日本人を作っていくっていう、河野太郎スキームの合わせ技でですね、日本人撲滅がはかどってしまいますよ。コオロギダメ、絶対。河野太郎ダメ、絶対。一方、妊婦に特に毒なんてことを知らずに、金のため、いい人ぶりたいため、欲のためにコオロギ推ししてる界隈もありそうであります。とある方から情報ありました。SDGs の闇について情報を提供します。コオロギ粉末入りのパンや学校給食に関する話題がネットで炎上していますが、はっきり言って徳島県がやばいです。コオロギ粉末を食材として開発したのは徳島県のベンチャー企業ですが、徳島県は SDGs の旗振り役である消費者庁、内閣府外局と組んで異常なまでの SDGs 推進をやってます。補助金もたっぷり流し込まれており、新未来創造戦略本部という消費者庁の出先機関も徳島県に設置されました。徳島県知事は自治省の元官僚で全国知事会の会長も歴任している大物です。灘高から東大という典型的なエリートなので、財務省にも後輩や知り合いは腐るほどいるのでしょうと。なるほど。コオロギ粉末を徳島県の企業が開発したっていうのは知りませんでした。消費者庁はなんでそんなにコオロギ食わせたいんだ。SDGs を推したいんだ。ご就寝なんだ。っていう質問は愚問であります。官僚の考えることはいつも2つですから、例えばですけど、議員が考えることは1つだけ。次も当選したい。っていう1つだけ。官僚の考えることは2つだけ。裁量できる予算拡大したい。天下り団体作りたい。SDGs は大義名分として新事業を立ち上げるのにぴったりなんでしょうね。事業増えれば予算拡大と天下り団体両方達成できるしね。本来ならば議員がですね、これ監視して、これいらない事業なんじゃないのってやめさせたり、しなければならないですけど、自民党の議員ってさ、ほら頭悪いじゃないですか。大体において。官僚に騙されちゃうんだよね。いい人ぶりたい欲求をくすぐられてですね、女性を支援する法律作んないといけませんからね、言われて、そうだよね、なんです。消費者庁と開発企業は、コオロギは妊婦に特に毒。知ってそうだな。特に毒っていうのは、一般人にも毒っていうことですよ。だってね、天保天明の大飢饉なんていうのもありましたけれども、コオロギ食ったっていう記録残ってねえもん。それが答えですよね。県レベルはどうかわかりませんけど、県は騙されて、国と企業に騙されて、消費者庁の出先機関作っちゃったのかもしれないですけど、ひまそらさん、東京新聞、望月磯子記者を提訴。動画を見た限りでは、2件の名誉毀損だそうであります。2件の裁判になるか、1件にまとめられるかは不明。一般意見は応援してます。叩き潰してください。失礼しました。叩き潰してくださいの一色でした。これはですね、靴沢がパヨパヨしいアカウント見つけたら、何にも絡みがなくてもブロックしてるせいかもしれませんけれども、コラボ再監査結果、エアコンって計上してパソコン買ってもセーフ。幹部の食事代が1人8300円でもセーフ。1000万分以上の計上経費の領収書提出を拒否されたがセーフ。2600万円の事業に2713万円かかって、コラボが持ち出しでやってくれたので、返金請求しない。2713万円分の領収書ないけど、このデタラメな発表を受け、コラボとグルと思われる鳥羽の小島議員、自腹を切っていたので返金はなし、不正会計という主張は退けられました。一般反応です。こんなん誰も納得せんわ。利権ファーストって解明したら、働く気がない議員さんだということが分かりました。さすが公約を消し去る都民ファーストですね。刑事告発されるみたいですが、税金の使途を監視するという仕事を真面目にしろよ。都に少しでも自浄能力があると思ったのが悲しい。これね、委託事業じゃなくて、補助金事業にします。どうです?自浄作用あるでしょって、ポーズつけてますけど、全然ね、補助金事業にしたところだって、ざるを改めなければ、また突っ込まれるのがオチですよね。小島議員ね、黙ってりゃいいのにな。ツイッター向いてないから、やめた方がいいで。こんなことを投稿したら、どういう反応になるかなって予想する政治的センスもないんだし、政治家、向いてないよ、あんた。ツイッターどころか。一般人だったら別にね、ツイッターで、変なこと書いても、相手にされないだけですけれどもね。コラボ弁護団も、小島に合わせ、不正はなかった。勝利声明出しておりました。こんなのまあ、読む切りもしませんけれども、どうせ買ったって言ってんでしょうね。パヨの行動様式、逃亡しながら勝ち宣言ですね。どんなボロボロに分けてても、逃げていきながら、勝ったっていうのが、いつも毎度のことであります。コラボ弁護団の一員、太田恵子弁護士。不正会計はなかったのだから、コラボ問題という呼称で、呼称はやめていただきたい。本質は暇空あかね問題、デマ中傷問題です。だって、何言ってんだかわかんないですけど、コラボ問題という単語が世間に知れ渡ると非常に困るっていうのだけは分かりました。テレビしか見ていない高齢者さんとかにも知れ渡る、パリピなウェイ、で全然そういうの分かんない若者に知れ渡るのがとっても嫌だなって考えてるのはよく分かった。一般反応です。食いぶちが減ると困るから必死ですね。住所ばらされたり、不当攻撃されたのはどう考えても暇空の方だろう。福祉事務所がこんな会計したら一発取り消しなんだけど、数多くの弁護士の信用信頼をたった数人でだだ下げる。精鋭部隊の方は言うことが違いますね。たった数名、7名ですか、セブンナイツ。コラボ問題って投稿されると嫌みたいなんで、太田恵子弁護士は皆様よろしくお願いいたします。何を私も頑張ります。小島や太田は好き勝手ほざいてますけど、これまでの経緯をですね、ブログで有名な小坪議員が書いておりました。まあ、要約しとこんな感じ。監査の中でかなりの事実が認められた。ここがとても大事で、実質勝利。都と国はいろいろあって仲が悪い。都は国に謝りたくないから返還請求したくない。そもそもの制度に欠陥がある。まあこれは国の責任なんだって。都としては国が謝ってほしい。国が返還請求してほしい。まあ都が返還請求はしたくない。で、国が非を認めて返還請求都の代わりにしてくんねえかな。で、とは考えておると。と国だけでは絶対に解決できないので、浅野市議らと他自治体の事例を収集した。やっと国に要望書を出せると。国に要望書を出すみたいですね、小坪議員。返還請求が出なかったことを悔しがる必要は全くなく、次のステージの話、もう始めている。訴訟の方ですかね。行政訴訟、住民訴訟。この監査結果は不服だっつってね。今回の結果によって、コラボ単体の話ではなく、全体の事業に絶大な効果が出る。だそうです。WBPC 中、最弱と言われるコラボを生贄に、他の団体も今後はかなり、吸いに効くなるんじゃないですかね、税金を。税金を今までごくごくガブガブ飲んでいたのが、本当にね、一滴ぐらいしか飲めなくなっちゃうのかな。足立康議員の兄貴の団体とかもかなり怪しいんですけれども、そういえばあいつは私のことを訴えるため、弁護士に相談しるって言ってたけど、どうなったんだろう。訴えるって言って訴えないのは、脅迫に当たるって判例出てますよね。国会議員が脅迫議員なんて嫌ですね。権力者の国会議員に脅されたら、一般人のか弱い靴沢なんて震え上がっちゃいますよ。ああ、怖い。怖くて夜も眠れない。脅したことによって、寝れないとか、鬱になっちゃったとか、いうね、精神を病んだ場合は、脅迫から傷害罪に、昇進、格上げになるみたいですよ。もちろん、病んでるって診断書は必要なんですけどもね。足立議員を陥れる気はありませんけれども。森雅子、少子化担当、首相補佐官、急激な少子化という大病。少子化対策と女性活躍を別々にやっても効果はない。仕事と家事、育児を両立できるようにすることが一番大切と。どうしてなんでかんで女性を働かそうとすんだ。専業主婦をどうしても認めたくないのはなんでなの？まあ、これ森雅子参議の意見じゃなくて、自民党の決めたことを言わされてるのかもしれないですけれども、一般意見。働き方じゃなくて給料の問題。昔先送りした面倒の X デーが到来しただけだぞ。育児支援だけで結婚支援、妊娠支援してないじゃないか。本音、納税者が減ると困る。女性に仕事を奪われ、家庭を持てなくなった男たちと。出産育児、家事教育で女性がかわいそう。何でもかんでも女性に、やれって頑張れって言われて、女性かわいそうだろう、いう意見ありましたね。仕事と家事、育児を両立が一番大事って、それって何十年も前から言ってて、何十年前からもうやってない。つまりは、今まで通り効果ない政策やるわ。前例通りって言ってんですかね。私の少子化対策案の方が効果あると思いますよ。男女雇用機会均等法を当面の間停止する。閣議決定。参考なんですけど、男女雇用機会均等法成立と同時期に高度経済成長が終了しました。昭和40年ぐらいのことです。因果関係あると思いますよ、私は。男女均等法のせいで高度成長終わっちゃったんじゃねえかって私は思っております。証明はできませんけれども、女性が輝ける社会をの男女共同参画事業を当面の間やめる。閣議決定。女性が輝くのは家庭だ。徹底的にプロパガンダする。で、国会議員はみんな4、5人ずつ子供を産むようにする。お手本となるように。反結婚、反恋愛、反専業主婦の言論、女性を働かせようとする言論を徹底的に弾圧し、投獄する。大病だって言うんだから、これぐらいいいでしょ。いいでしょ。大病なんだから。普通の病気だったら、手術はしなくても、大病なんだから、手術するでしょ。患者の体にメス入れて。つまり、日本という体にメス入れて、膿を出すっていうね。日本人のみ出産一時金を、今の50万円から1000万円に増やすと。公立学校全部無償化する。その代わり、私学助成金全部停止する。もともと憲法違反ですし、憲法には、政府が学校に支援してはならないって、書いてあるんですけどね。私学の授業料バカ高くなりますけれども、これ金持ちの道楽であえて大金払えばいいですよ。何々代なの？すげえ金持ちじゃん、親が。で、羨ましがられること、受け合いであります。新たなステータスとなること、受け合いであります。何の効果があるか、全然わかんねえ男女共同参画予算、10兆円でお釣りきますね。公立、無償化、出産一時金1000万円、日本人のみ。お釣りは減税か防衛に使ってもらうとしてね。結論、自民党は少子化を解決できない。自分らで作った男女雇用機会均等法と男女共同参画を全否定することになりますからね。過去の過ち認めらんねえだろ。これを作った時議員だった、例えば古株のね、二階さんとかいるうちは、できないんじゃないか。京都で開かれた共産党演説会の画像が衝撃的と話題になっておりました。C 画像、会場いっぱいの聴衆で熱気あふれる演説会となりました。写真がこちらであります。一般意見、熱気じゃなくて加齢臭あふれるの間違いでは、画像を拡大しても若者が一人もいない。 C さん、こんなお年寄りたちを暴力革命に駆り出したらあかんよ。この人たちが同性婚に賛成してるっていうの。未来のない共産党に未来を聞いても無駄とわかる証拠。若い人がいないのはなぜですか？直球。デイケアの遠足かな。全員飴持ってそう。肺がんの手術やって分かったんですけど、私はそれから痰が絡みやすくなっちゃったんですけど、肺の構造が一部変わりましたからね。切り取っちゃったんでね。高齢化するとですね、龍角散のおぶどう飴とか、ここのですね、機能が衰えて、痰が絡みやすくなんですね。痰が出しにくくなんですね。なので、高齢者は、飴持ってる確率が高いであります。若い人が皆無なのは共産党のですね、警察署を減らせば犯罪も減るであるとか、消防署を減らせば火事も減るみたいなめちゃくちゃな論で若者を騙せなかったからですね。だって平和のためにオスプレイ反対とか全然わけわかんねえ。なんでそうなんの？最近ではですね、欠陥があろうとなかろうとオスプレイ反対っていうですね、さらにめちゃくちゃな横断幕も発見されておりまして、何でもいいが、いいのかって笑われてますしね。何十年もよく心折れずに同じことやってんな。全然効果ないのにな。若者も引きつけられないのにな。共産党員2世3世とか、わずかなね、若者で、動くやつはいますけれども、金のために。これじゃ、もうスマホ持ってんですけど、せいぜいヤフーニュースが関の山ですもんね。これだったら、テレビしか見てないのと変わりないですよ。まあ、安心なのはですね、共産党自ら暴力革命を起こす体力はないな。体力的に。無理だな。だから、ミサイルの数や射程距離、保管場所をしつこく聞いてですね、人民軍のお役に立とうとしてんでしょうけどね。3月5日14時、東大宮駅に伊藤岳、共産参議来訪、内裏たすきでいつもの選挙違反をしていない埼玉市議たち、共産党。これ田村智子とか小池晃といった党の役付きが来るときは、ちゃんと内裏たすきをつけて、ちゃんと選挙違反しなくてはならないが、平議員のときはそうではないみたいだな。そうとしか思えないんだよな。役付きが来るときは、ちゃんとして選挙違反しないといけない。結論は、選挙違反は透明としか考えられないんだから、笑っちゃいますよね。笑っちゃいますよね。昨日ですね、とあるカフェに行って、まあ、隣の人に40ぐらいの男の人、座ってたんですけど、体格のいいね。スマホでゲームやりながら、ものすげえ勢いで貧乏ゆすりしてるんですよ。でね、私のコーヒーも揺れちゃって、こんな、飲みずれたらあれやしね。よっぽどどなたやかなって思ったんですけど、私も支部長を抱える身ですから、変なことするとね、支部長に迷惑かかっちゃうから、ちょっと我慢しました。まあ、後から考えたら、そんな、夢中になって、スマホのゲームやって、すげえ勢いで貧乏ゆすりして、隣の人のテーブルも揺らして、なんかおかしくなっちゃいました。まあそういうこともあるということで。というわけで、メール党員さん、大募集であります。有料メールマガジン990円をご購入くださり、日本改革とご支援ください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。